はい。ハロ、えー YouTube。連日ですね、えー、東京都の、えー、新型コロナウイルス、えー、感染の人数が200人を超えたなんて言って、えー、結構、えー、まあ、大騒ぎしてる人が一部いるんですけれども、まあ、あの、街を見てるとですね、まあ、夜の街も含めてですね、えー、あの、大騒ぎ以前の状態に100%戻ってるわけではないですけど、まあ、 実感すると7、8割ぐらい戻ってきたかなというような状況であります。で、あの、これ感染者数が大きく増えているのは、明らかにその PCR 検査っていう検査のですね、えー、実施件数がですね、やっぱり10倍以上に増えていて、で、あの、新宿区民は、えー、どうもその陽性になるとお見舞い金が10万円出るということで、えー、もうこれですね、えー、新宿の えー、ホストクラブの従業員とかですね、もう、むしろ、えー、感染してる人に濃厚接触して、感染したら無症状で、ただで10万円もらえんじゃねえみたいな話が、まと、まことしやかに囁ささかれるぐらいですね、そういった状況でみんなこぞってどうも検査に行ってるというようなお話も聞くんですけれども、 明らかに、えー、その無症状の人たちが増えてると。えーまあ、実際これオンラインで統計データ見られるんですけども、重症の人はですね、6人とかですね。えー、そういった状況になっていると。まあ、つまり、えー、感染してても重症化してる人の数は、えー、感染者数の公表数値は増えてるんですけれども、重症化数というのは増えてない。 ま、ここから何が導か、導き出されるかというと、ま、いろいろな可能性、いろいろな変数はもちろんあるんですけれども、一つは、検査数が明らかに大幅に増えたので、陽性である人たちの絶対数も増えてると。つまり、陽性率は激下がりしてるんですけれども、感染者数の絶対数は、これ検査数を大幅に増やしたので、増えてきてるというのが、 えー、一つ状況としてあげられる。つまり、以前からあ、たくさんの人たちが感染してたんですけれども、えー、まあ、ほとんどが無症状で、えー、そういったデータが顕在化しなかったっていうのが、えー、まあ、一つの大きな、まあ、理由なんじゃないかなというのがあ,あります。で、もう一つはですね、やはりその、特効薬がないとはいえ、 どのようにして、この新型コロナウイルスに感染して重症化するのかという、まあメカニズムがなんとなく見えてきて、えこんな薬が初動で効きそうだと、え、いうような、まあ治療法がある程度確立してきたというのももちろん挙けられるんではないかなというふうに思っております。まあこういったことがあって、えー、まあ国は割と冷静に判断をして、 え、緊急事態宣言を今、再び発動する状況にはないということをですね、政府としての見解出してますけれども、なぜか、東京都知事だったりとか、東京近県のですね、県知事とかはですね、東京から来るなとかですね、またわけのわからないことを言い出しておりますが、まあ正直言って、そんな対策はあまり関係ないのかなというふうに思います。 すで、えー、にですね、多くの人たちがあマスクをして、えー、大規模な商業施設等ではですね、えー、検温もして、えー、何なら問診票も書かせてですね、えー、厳重な警戒をしている今ですね、ここで再びその緊急事態宣言が出されるようなことになってしまうとですね、大変であると。 まあ、そしてですね、やはりそのゼロリスクを求める人たちというのは、やはりその高齢者であったり、基礎疾患を持っている人たちのポジショントークである部分っていうのも結構あるのかなと。まあ、もちろんそういう人の立場に立ってみればですね、リスクをゼロに抑えたいというふうな気持ちはわかるんですけれども、ええー、まあ、そういった人たちというのはですね、自主隔離をして、ええー、まあ、自分がハイリスク群であるとするならばですね、もう街に出ないと。 いうのが一番の対策なんじゃないかなと。逆に言うと、リスクが高くない人たちというのはですね、ある程度の、えー、対策をしておればですね、特にその、これまでと大きく変わった行動をする必要はないんじゃないかなというふうに私は思っております。えーまあ、これからもですね、センセーショナルな数字がですね、えー、発表されてくると思いますけれども、やはりその重要な指標というのはですね、 え、死者数だったり、重症化してる人たちの数だったりすると思いますので、えー、皆さん冷静にですね、えー、判断していただきたいなというふうに思っております。ということで、いってらっしゃい。これからラーメン食っていきます。 はい、私ニコニコ動画でブローマーガチャンネルってのやってるんですけれどもこれから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんでぜひ今すぐブローマーガチャンネルに登録してください月々880円です税込みですいってらっしゃい